こんにちは、アニマルタイガです。はい、今回なんですけども、ついにですね、僕のお家に念願のオオトカゲがやってきました。イエ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 イ。いやー、もうずっとね、飼いたかったオオトカゲちゃんなんですけど、まあサムネ見たらわかるかなと思うんですけども、今日はですね、新しく我が家にオオトカゲが増えましたということで、早速紹介していきたいと思います。はい、この子でございます。お迎えしてきました。来ましたよ皆さん。じゃじゃーん、わかりますかね。かなりちょっとプラケが濁って見えづらいですけど、ちょっと開けますよ。ほれ、さあ見えました。うおー、来た来た来た、なぎちゃん来ましたよ。この子がついに来ました。メラニスティックのサルバトールモニターですね。水音かけです。いやいやいや、うちにね、唯一モルフ、まあ T プラスアルビノもいないですけど、まあ系統としては黒系のがね、いなかったんですけど、ついにやってきました。そしてなんとなんと、この子、皆さん見覚え、まあね、あってもわからないと思うんですけど、僕が埼玉店ね、アザンティック埼玉05店やってる時に、唯一入荷したメラニスティックのサルバトールモニターの子です。はい、懐かしい。懐かしいね。この子ね、リンガ島っていうところのメラニスティックで、日本初入荷っていうことでね、その時紹介したと思うんですけど、まああれから別に、リンガ島のメラニスティックは、日本に来てないと思うので、未だね、まあこの子と、まあもう一匹、違う場所にいた子がいるらしいんですけど、日本で、2匹だけいるリンガ島のメラニスティックサルバトール、この子がね、めちゃめちゃね、可愛かったんですよね。昔お店にいた時にも結構動画あげましたけど、手にね、しがみつくような動作もありましたけど、で、なぎちゃんもね、この子めちゃめちゃ気に入ってたんだよね。うん、その子がですね、なんと戻ってきました。まあ、運命ですね、これ本当に。まあ、この子実は爬虫類の、まあ、業者の方がね、欲しいっていうことで、そっちの方に行ってたんですけど、まあそこでちょっとね、いろいろまあ事情があって、戻ってきたという感じですね。いや、この子をね、ちょっと手放してからね、僕もね、何度ね、いや、ちょっと後悔したことか。この子ね、戻ってきてほしいなってずっとね、思ってたんですけど、だからね、メラニスティックのサルバトールモニターはね、安易にこう手は出してなかったんですよね。できればこの子がいいなっていうのがあったので、こう手出してなかったんですけど、なんとなんと奇跡的にこう戻ってくることが決まって、いや、めちゃめちゃ嬉しい。で、あの時より結構やっぱ大きくなってますよね。半年経ってますからね。うん、結構大きくなってる。スッピーよりでもちょっとちっちゃいかな。ね、スッピーよりスッピーよりちっちゃいと思う。ちょっとちっちゃいぐらい。まあでもヒヨコはね、もう丸飲みできるって言ってたんで、なかなか育ってくれたんじゃないかなと思うんですけど、いやー、ついに戻ってきてくれましたね。でね、もうこの子ね、戻ってくるって決まってから、もう僕名前も考えてたんですけど、この子の名前がですね、ゼロでございます。ゼロですね。まあ埼玉05店でね、入荷した子ということで、そのゼロを取って名前にさせていただきました。じゃあいつかバーボンも、バーボンゼロレイ、ゼロレイ、レイはいるもんね、うん、じゃあバーボン。いや、でもですね、この子ね、実はちょっとね、荒くなっちゃったらしくて、バッタバタになってるらしいんですけど、今日はね、こちらにもう新しいね、飼育環境用意してあるんで、ちょっとレンガだけね、早急ちょっと用意できなかったんで今置いてないですけど、まあまたこうスピー同様ね、こうレンガ置いて、この芝がね、めくれないようにしたいと思うんですけど、一旦ちょっと完成してるのでここに入れたいと思います。久しぶりのコンタクトってことで、ちょっと皮手だけしてここに入れたいと思います。よいしょ。おー、早いね。いや、この子はスピード半端なかったからね。いやいやいや、すげー黒い。よいしょよいしょ。相変わらずでも、口開けて、あー、おしっこしちゃったね。はい、やだね、やだね。うーわ、きれいこれ。うわー、バッタバタだけど、まあうちで慣れてくれたらね、よく慣れてくると思いますよ、この子は。いい子だったから、知ってるから、お前の幼少期を知ってるから。よし、それじゃあ新しいお部屋にどうぞ入ってください。うぃー、
まあこれからうちに来たということでガンガン餌あげしてちょっと大きくしたいですね。まあオスメスの方はねちょっとわからないんですけど、まあ僕がパッと見た感じメスじゃないかなっていうふうに思うんですよね。尻尾の付け根とか見た感じメスっぽいのかなっていうふうに思いますね。いやーちょっと怒ってるよほら、ちょっと興奮してます。覚えてない。ねえゼロ思い出してほら可愛がってたでしょ、お店でいっぱい可愛がったでしょ。ゼロくん、ゼロちゃん、ゼロちゃんかな多分女の子。おお、ナイス、すごいテールアタックできんだあなた、かっこいいじゃん、かっこよく育ってきたね。いやあの頃よりもねさらにね黒み増した気がしますね。このメラニスティックってね成長につれてどんどんねもっと黒くなってくるんですけど、尻尾の方ねもうちょっとあの模様がこう若干残ってたかなっていうふうに思うんですけど尻尾もねもう黒くなってきましたね。元気でいいね。ねえいいことだよ尻尾触れてあんた。優しくなろうね、もうちょっと顔は短いね、女の子みたいな。そうそうそう、顔がすごい可愛い。リンガ島、あーリンガ島ですよ、リンガ島。リンガ島なんて知らなかったからな、うん、インドネシアのリンガ島、スマトラ島のね、ちょっと横にあるんだけどね。インドネシアも。そう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 。さあ、お水の中入ってくれるかな。あと入水してくれますか。あ、写真はしなかった怒ってますね。いやいいね、黒と白がうちについに揃いましたね、うん、オセロコンビ揃いました。いや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 、いやこの子がねメスだったらねスッピーとねこう交配させたいなっていうちょっと願望があるんですけど、まあその辺はおいおい分かればちょっといいかなというところですけどね。いやーいいねこの子、マジでいい子だよ。いやー素晴らしい、よかったよかった、もう運命ですこれは。帰ってきましたゼロちゃん、お帰りなさいませ半年を経て戻ってきました。スッピーがね今こんぐらいですね、水桶、同じサイズの水桶ですけど、このサイズ感で、はい、ゼロがこのサイズ感、若干だからスッピーの方が大きいかもしんないね、うん、まだねちょっと横に、すぐこう合わせるっていうことは危険なのでしないですけど、若干だね、もう本当にうん、ちょっとだけスッピーの方が大きいかなっていう感じがしますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。もうね念願のこうお迎えできたということで、まあ直近ではね何もお迎えしません、飼育場拡大を今ね頑張ってやろうとしていますってことを言ってましたけど、まあ今回はちょっとイレギュラーですね、タイミング的にはすごくイレギュラーなんですけど、まあ手放すっていうことだったのでね、我が家にお迎えさせていただきました。ブラックドラゴンのねゼロちゃん、今後ともですね皆さん成長の方よろしくお願いしますということで、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。